カルメット軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は48,971人であり、2000年の46,31人から20.5%増加した。軍庁所在地はチルトン市であり、同軍で人口最大の都市でもあるが、隣接するアウタガミ軍に大半があり、 人口7万人を超えるアップルトン氏が軍内に一部入っている。カルメットという名前は、ウィネベーゴコ島岸のインディアンが会議に用いた儀式用ギセルを指す言葉から採用された。1830年代、アメリカ合衆国政府がニューヨーク州とニューイングランドのインディアンをカルメット軍南西部に移住させた。その中には、ブラザータウン族、オナイダ族、ストックブリッジマン勢族がいた。 ブラザータウン族とストックブリッジ族はアメリカ独立戦争の後でニューヨーク州に移住させられており2回目の移住となった。居留地を共有するオナイダ族はニューイングランドの植民地下時代に移住させられておりまた戦争や薬病の影響も受けていた。3部族のそれぞれがアメリカ合衆国政府からウィスコンシン州の居留地を認められた。軍南部にある ホリエランドリージョンの初期ヨーロッパ系住人の多くは1840年代にドイツのシュレースビヒホルシュタイン地方から移民してきた者たちだった。カルメット軍は1850年の州法によって1850年2月5日に公式に設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は397平方マイルであり、 このうち陸地320平方マイル、水域は77平方マイルで、水域率は19.44%である。軍西部軍境の大半はミネベーゴ湖となっている。ナイアガラ断層が西側軍境の東数マイルを南北に走っている。地形は氷河作用の影響を大きく受けた。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウィスコンシン大学公開講座がカルメット郡の落農業について統計データを取ってきた。郡内には人口より多くの牛がいる。2010年時点で落農用牛は28,600頭、肉牛と子牛を含めれば6万5,000頭となっていた。土地の73%は農家が所有している。農業従事者人口は2,400人である。 農業生産工は年3億3800万ドルであり、軍の収入には6820万ドルを貢献している。2007年時点で農園の99.3%は個人、家族、共同家族あるいは法人家家族によって所有されている。すなわち0.7%のみが非家族法人の所有である。2010年4月時点で 落農免許を持つ農家は174件ある。1931年、ウィスコンシン州農政省はカルメット郡のことをウィスコンシン州の郡の中でも最大級に重要なチーズ生産郡と表現していた。ホリーランドリージョンの一部が郡の南部に入っている。ウィネベーゴ港を望む農園郡内には週間高速道路が通っていない。アメリカ国道が2本通っている。 国道15号線は、軍の北端を東西に走っている。国道151号線は、軍の西端を南北に走り、中央で東西方向に転じている。南北方向の修道は、西端を走る55号線、中央を走る32号線、57号線である。東西方向の修道は、北端を走る114号線、南東隅を走る149号線だが、 149号線は現在指定を外されている。修道441号線は三軍高速路と呼ばれ、軍西北西の隅、アップルトン市内で東西方向から南北方向に向きを変えている。軍内唯一の空港は小さなニューホルスタイン市民空港である。ニューホルスタイン市のすぐ西に位置している。軍の西側境界の大半がミネベーゴ湖である。 軍内に最初に入った非戦住民はホックス川を通ってこの湖から入った可能性が強い。マニートワック川とシボイガン川はどちらも軍内を流れた後に隣接軍を抜けてミシガン湖に注いでいる。軍内には3つの軍立公園と軍が運営する港がある。カルメット軍は2006年に軍祭創設150周年を祝った。祭事広場では 夏の金曜日夜にストックカーによるダートレースが開かれる。ウィネベーゴ湖の夏はボート乗りや釣りに使われている。冬でも釣りができ、ウィスコンシン州天然資源省は2月に蝶ザメの盛り付きシーズンを設けている。ありがとうございます。